にちは、もよえです。皆さん突然ですが、長期って持っていますか？結構な人が長期を持っていると思います。私が始めた時は長期は XP、まあ制服シーズンに入ってから登場する武将でしたが、現在では S1 からいる武将となっております。まあそれに伴って結構持ってきている人、初心者、中級者の人も持ってる人が増えてきてると思います。ただやっぱりこの長期っていうのは神武将なんですね。本当に他の武士よりもう抜けてる、頭一つ抜けてる武将です。なんで頭が抜けてるか、まあそんなのはもう性能見ればわかるんですけども、長期の固有性能って劉備と関東卓を足して割っていって1.5 ぐらいで割った性能かなという感じです。ヒダメカットとキュウキュウがなぜ相性がいいかと言いますと、第三国志のシステム上ダメージの 5% は絶対に死亡兵になります。そして残りの 95% は負傷兵という扱いです。これは回復できる兵数です。ですので長期のヒダメカットで相手のダメージを抑えて、救急の回復の幅に抑えれば、どんなにダメージを食らったとしても、死亡兵、兵損は 5% だけで済むということです。わかりづらいという方に、数値でお話しすると、例えばですけど、当初の予定では1000ダメージ食らうはずだったのを、長期でカットで500ダメージに抑えます。そして500ダメージのうち 5% は死亡兵となっております。ですので475が負傷兵です。この値は救急で回復できますので、長期が知略高くて救急効果が475回復すれば、実際の兵損は今回25だけで済むということで、1000ダメージ食らうはずだったのが、長期のヒダメカットと救急の回復のおかげによって25しかダメージ受けてないことになります。実際には 50% カットしたからって 50% ダメ減にはならないですが、イメージとしてはこういう感じです。ですので長期はべらぼうに強いっす。でもやっぱりですね、長期持ってないよっていう方いらっしゃると思います。そこで今回は長期を持っていない人たちの編成はどう組んだかっていうのを紹介していきたいと思います。今まで編成依頼受けた中で、100人超えてきてるんですけど、ざっと見ても、5人から10人ぐらいは長期持っていない人がいるんじゃないかなという感じでした。そういう中でどういう編成を組んだか、お役に立てていただければと思います。1人目のお悩みは高祖父母や類日長期がないということでした。確かに手持ちを見てみるとかなり厳しい感じがしました。実際に組んでみた結果はこんな感じとなっております。類日や高速ビギーもなかったので、5部隊はこんな感じになりました。そこで長期がない代わりに海遊、侵略、孫権という組み合わせにさせていただきました。2人目は手持ちもかなり揃っていて武将も赤いのが多かったんで、あれ長期いないのっていうふうに思ってしまったんですが、やっぱりいなかったですね。こういう偏りがあるっていうのが第三国志の怖いところですね。2人目の方はこのような形で編成を組まさせていただきました。やっぱり長期がないところは弓力、侵略、孫権で組んでおります。1人目の方、2人目の方ともにですね、火力、侵略、戦筆、孫権で組んでますが、これにはある程度ちょっと理由がありまして、中華の方でデータを取ったところ、長期入りの盗賊と戦筆侵略の盗賊はそこまで差がなかったというデータが前あったので、これをちょっと参考にして組んでおります。本当かよって思いましたが、やっぱりですね、長期入りよりも戦筆侵略で組んでる人の方が、ガチで組んでいって戦法もですね、本気で使っているケースがあるからじゃないかみたいな考察もありました。2人目の方はある程度流行りも抑えていて、いい編成が組めたかなと思っております。
3人目の方も、まあ、長期がない以外は比較的揃っている印象でした。編成はこのような形で組まさせていただきました。まあ、長期がないところはこちらですね、弓力軍長戦孫権で組んでおります。網紅と盗賊を混ぜたような感覚ですね。まあ、ここで孫権死刑は使わず、まあ、死刑は軍長戦と衝突してしまいますので死刑使わずに兵務できっちりと固めております。この編成は結構やってくるんじゃないかなと思って期待して作ってみました。4人目の劉備なしはこの方となります。まあ、曹操、劉備や両毛、馬超、義角、結構義角持ってる人も多いですね。あとしっかりとです玄関や馬体、大凶も揃っているので、まあ種類は結構豊富な感じがしました。この方の場合は長期がない代わりに大凶、劉備、玄関や各陸府公集体で壁を2つ作るような形で長期なしに対応しました。5人目の長期なし編成の方はこちらとなっております。まあ、手持ちも結構揃ってはいるんですが、まあ、ちょっと物足りないのかなっていう印象がございました。シーズンの途中だったみたいだったので馬長両毛陸子はそのままにして、まあ十条寺やそこら辺をうまく入れつつ、無心と空城を使った義の地で長期のないところを補っているという感じです。まあ、義の地はやっぱり強い編成ですので、無心空城や戦筆万人秘祖無心などを使ってうまく義の地を使っていくといいと思います。これにて長期がない人の編成の紹介は以上となります。やっぱり長期はこの5部隊の中には入れるべき武将だと私は思っておりますが、内政でも実は結構いい武将なんですよ。内政芝居の登場により防守側が結構有利な環境なんですが、長期を内政に入れるとちょっとそこは打ができる可能性があります。とは言いつつもやっぱり長期は神武将なので、私は絶対に編成に組み込んで考えております。長期がないからといって悲観せずに今回の動画を参考にして舞台編成を考えていただければと思います。今回の動画が役に立った参考になったという方はぜひチャンネル登録、コメント、高評価、何卒よろしくお願いいたします。それではじゃあねー。